また不穏な空気がいろいろあるんですが、メンタリスト大吾と田村敦がなんかやり合ってんすか。メンタリスト大吾といえば佐藤健くんのめちゃくちゃ仲いい人ですよね。まあ健くんは大吾とも仲いいけど、どちらかというと大吾の弟さんですよね、の方と兄弟のように仲いい。海外も一緒に行ったりとかね、松丸くんもね、本当に面倒見てるのは佐藤健くんですよね。そのもうお兄ちゃんのメンタリスト大吾と田村敦、まあ論文敦ですよ。まあ敦さんと仲いいって言ったらもうね、誰が何と言ってもガーシーですよね。敦イコールガーシーみたいなところがある。そう考えると大吾と敦の喧嘩ってなると代理戦争として思い浮かぶのがガーシーと佐藤健みたいなね、僕は勝手にそう思ったと。そんな話なんだけど、僕が黙ると思ったら大間違いってね、怒ってるんです。大吾がメンタリスト大吾、 YouTuber 登録者数219万人です。すごいいますよね。で、芸能界の闇、田村敦についてお話ししますと語る動画を投稿したと。で、田村敦は、論文敦は73万人だそうです。これも多いですけどね。でも大吾の方かなり多いですよね。3倍ぐらいあるのが。で、昔トラブルで示談したことを明かしたが、また怒ってると。これなんか僕も見たな。なんか敦さんが変なこと言ったんですよね、大吾と共演した時に。大吾の名物企画だった心理戦で、遠くのマネージャーが何かこう信号を送っていると。その仕草を僕は見たことがあると。まあ要はやらせですっていう話です。インチキだって話をしたんですね。で、その翌日、敦は確証がないのに発言したのは良くなかったとして動画で謝罪して。まあだから大吾が怒ったんでしょうね。で、この動画で、敦とのトラブルで、弁護士を通じての話が持たれ、敦側から示談金を受け取ったと明かした。この動画を公開することで、そうされるリスクがあることを認識つつ、誰かが言っていかないと、芸能界の体質が変わっていかないと思うんで言わせていただきます。まあ今はね、芸能界の体質が問われている時代ですからね、ジャニーズとかにね。そういうのもあるんで。当時、敦が謝罪動画を公開したのは、登録者数64万人いたメインチャンネルではなく、8万人ほどしかいないサブチャンネル。大吾は、これは自分の非を小さく見せる行動だと指摘。不誠実で、人の道を外れる行為と批判する。まあまあ、大吾もね、結構ね、クレーマーですけどね、いろいろクレームをね、何かとクレームを入れる人ですよね。また、敦の謝罪が嘘をつきましたではなく、確固たる証拠がないのに言ってしまってすいませんという内容でした。大吾は、すごくないですか、この自己正当化。まあ、言い方ですかね。嘘をつきましたって認めたくはないんですよね。僕はそう思うっていうような言い方ですよね。大吾は、敦が問題の動画を半年以上も削除しなかったとして、あ、そうなんだ。切り抜きチャンネルは至って現在も削除されてないため、僕を攻撃するのが目的だったんだろうと僕を感じましたと。あー、なんで大吾を攻撃するんだろう。なんかあったんですかね。敦側の弁護士は高圧的だったと。示談にあたっては様々な条件を突きつけてきた。謝ってやらなくてもいい条件があるといった態度だったそう。大吾は謝るのは向こう側ですよと呆れた様子を見つつ、腹渡が煮えくり返ると怒りをあらわに。示談内容の公表は禁じられているそうですが、敦が発言が嘘だったという謝罪をしないこととか、大吾が敦に対して誹謗中傷名誉毀損をしないことが条件に入っていたとのこと。誹謗中傷名誉毀損どういうあれなんですかね。結構そこは曖昧ですよね。解決金については到底受け入れた金額に相当するものではないとしており、支払い条件は分割だったそうだ。せこいんだな、結構。いくらぐらい払ったんだろう。金額知りたいですよね。芸能界には言わない言わせない構造があると大吾は語る。水面下では言いたいことが言えない人がたくさんいるとして、誰かが言っとかないと日本の芸能界の闇というか、このいじめ体質の業界変わらないと訴えた。そしてその弁護士に対し、これがもし名誉毀損に当たるんだったらどうぞ提訴してください。損害賠償数百万とかでしょ。小銭欲しいんだったらさ、先に払ってやるよ。なめんな。もうそんな高圧的な交渉で僕が黙ると思ったら大間違いだからなと挑発している。これはどうなんですかね。誹謗中傷には名誉毀損にならないんじゃないですかね。不満を訴えるにもかかわらず事態に応じていたという疑問に対し、大吾は動画の概要欄で裁判中は発言が制限されること、裁判前に発信する損害賠償の評価が著しく下がる可能性があることを理由に挙げている。なんか前大吾とガーシーもやり合ってましたよね。焼きそば頭みたいなことをね、このペヤングみたいな感じでガーシーに大吾言われてて、まあ、そのちょっと前ですかね、敦さんとその大吾を揉めたのが。
要は第五自体は淳、ガーシー両方揉めているということですけど、どうなんですか、佐藤健くんはね、大悟と仲いいけど、ガーシーと裏では結構なやり合ってた話はね、ガーシーはしてますよね。佐藤健が俺を逮捕に動いてるの分かってんやでーみたいな感じね、すごい怒ってましたけど、まあ実際逮捕状出ましたけどね、ガーシーは。佐藤健くんと田村淳、論文淳って僕はなんか関係性を聞いたことがないですよね。どうなんですかね、仲いいんですかね。共演してるところはあんま見たことがないし、そこについて話してるところも見たことがない。まあ、元来ね、なんか合いそうにはないですよね。なんかこう、あんまり性格的に合いそうがないような感じはある。ただ、何ですか、やってることは近いところもありますよね。淳ってもう芸人辞めたんですよね。なんかこう、起業家みたいな、なんか新しいビジネスでチャレンジみたいなことなんかやって、あと政治家に興味があるのかな。まあ、あのうさんくささで政治家になられたら困りますけど、まあ、なんかそういうのをやったりとかして、佐藤健くんもいろんなビジネスに興味を持ってるじゃないですか、まあ、アートとかね、そういうの興味を持ってる、なんか近いところはあったりするのかなと思ったりするけど、まあただあまり絡んでるとかは僕は知らないな。もう絡んだことあるんですかね。あともう一つちょっと気になったのがあって、ウーバーワールド、これはまたガーシー友達ですよね。ウーバーワールド、ガーシーとめちゃくちゃ仲いいですよね。それがなんかレギュラー番組を持つらしいんですよ。6月24日から2回にわたるのか、6月24日に7月1日2回にわたるテレビ朝日でウーバーワールドの番組がやると。ウーバーワールドの番組って面白いんですかね。でゲストが山田孝之、なもっともういろいろ出ますけどね、ジョイとかね。ウーバーワールド山田孝之ってなると完全にね、ガーシー一派じゃないですか。まあ2回で終わるからいいんでしょうけど、なんかここに佐藤健くんは関連してほしくないなっていうふうに思いますけどね。ファンに向けてトークもですしライブもあります。ぜひ楽しみにしてください。そしてこれから今日来てくれるゲストの人たちはめっちゃいい人たちなんです。ウーバーワールドと同じように応援してくださいとメッセージを送っている。番組放送のきっかけ、7月29、30に開催する日産スタジアムライブに向けて僕たちのことをもっと知ってもらおうと思ったのがきっかけです。今まで僕たちを知ってたけどライブは参加したことがないという方もいると思ったんです。それがきっかけですかねと。まあ、ただここにガーシーがゲストで出るとか言うんだったら見るかな。でも今は無理だろうなと。